東五反田のキャッツシアターキャッツシアターは劇団式のミュージカルキャッツを上演するために設置された劇場。この項目では2004年から2009年まで東京都品川区東五反田にあったキャッツシアター2009年から2012年まで神奈川県横浜市西区高島一丁目にあったキャノンキャッツシアターの両劇場について併記する。キャッツシアター劇団式が ミュージカルキャッツを上演するための仮設の劇場として、品川区東五反田に設置された。敷地面積は3,389平方メートル。2004年11月11日にオープンし、古代イギリシャの円形劇場のような形をしていた。1階最後列まで約16メートル、2階最前列までは約13.5メートル、2階最後列までは約16.5メートルである。 客席数は約1200席。現在の敷地の借地契約が切れることから、2009年4月19日が千秋楽となる予定であったが、関係各所との交渉もあって、ゴールデンウィークまで延長され5月3日で千秋楽を迎えた。2009年5月3日までの講演回数は1563回、挿入場者数は177万人に及んだ。 キャッツシアター2018年より、品川区広町にある、積水ハウスミュージカルシアター式劇場、夏に隣接する形で設置され、8月11日、大井町地区の再開発に伴い、2021年6月20日に閉館が決定した、アクセス JR 東日本京浜東北線、東急大井町線、東京臨海高速鉄道臨海線、大井町駅より、 徒歩約5分。積水ハウスミュージカルシアター式劇場、夏と隣接。前節の東京公演が千秋楽を迎えた2009年には、横浜市の港未来地区に同様の劇場が建設された。横浜港、開港150周年を迎える記念イベントとして、招致されたものである。劇団式のスポンサーであるキャノンの名を冠した、キャノンキャッツシアターと、命名。 11月11日から公演を開始した。座席数は約1100席。その後3年間上演されて、横浜公演は2012年11月11日に千秋楽を迎えた。横浜キャッツ前日の通り2009年11月11日に開幕した。開幕時のキャストは以下の通りである。当劇場は仮設劇場であり。 上記の他にも公園に合わせて各地に建設されている。詳細に関しては、キャッツを参照のこと。ありがとうございます。